IT アダルト占い。あれ遠ざかってきてる。皆さんこんばんは。IT アダルト占いの第一人者、下ネタの母、うん、こと下ネタ下田です。同じく占い師のマリー井上です。このコーナーは、皆さんから送られてきた、相談や、お悩みに対して、私たちが占っていくというコーナーです。はい。今回はね、眠いんですか、眠いんですか眠くない。今回は先週募集したお悩み、はい、お悩み今年2013年占ってほしいこと。ことですね。はい、これを引き続きご紹介していきます。あんた私に似てきたわね、なんかね。そうですね。そうですね。そうですね。なぜ自分に疑問を抱いたし。そうですね。それでは、はい、早速占っていきましょう。お願いします。まずは、これにしようかしら。向かう坂さんからいただきました。そうなんです。はい。井上さん、下田さん、こんばん、Wi-Fi。こんばん、Wi-Fi。Wi-Fi。仕事柄、手洗いとアルコール消毒をすることが多いので、最近は手荒れがひどくて困っています。ああ、そういうことね。指先なんか、ひび割れてしまっています。大変だ。白くて、ドロッとしているハンドクリームは塗っているのですが。どうした?何か画期的な解決方法はないでしょうか?この方は女性なんですね。これね、23歳。女性。うわぁ!年下じゃないか、しかも。白くて、なぜこの放送を聞こうとした?なんか、この子の人生に少し我々は介入してしまったよ、多分。いかんな。申し訳ないね。申し訳ないな。絶対外では言わん方がいいよ。うん、そうだね。うん、でもずっと聞いてて。ほんと嬉しい、でもね。ありがとう。乗ってくれてありがとうね。うん、白くてドロッとしたとかね。ハンドクリームですよ。ハンドクリームだよ。ハンドクリームだよ。向かう坂さんが言ってんだよ。そうだよ。私たちが言ったんじゃないからね。そうで、それでは今から私が、硬くて。太い棒を振って、忙しいね。振って、裏立ってきます。お願いします。いきますよ。手とベッドが関係あるとでも言うなさそう。なんなら布団に入るとちょっと出ちゃうしね。出ちゃう。出ちゃうよね。でも多分寝てる間がキモいよということだと思うわ。え、どういうこと？何か前に私が昔見た海外ドラマの中で、手にワセリンをたっぷり塗って、その上に保湿手袋を、つけて、寝るといいって言ってたわ。そうだよね。日中は手をいろいろ使うから保湿しようにもやっぱ難しいもんね。つまり寝ている間に最大限保湿しろということよ。なので、手にしっかりとクリーム、保湿クリームを塗って、こうビニール手袋でもいいかもしれないわ。なんか手袋をはめて保湿して寝ろということよ。おぉ!眩しい!眩しい!はい、できました。イェーイ!さあ、次々。じゃあ、この人。タッチパネルに反応しないエクスカリバーネーム。年収5万さんからいただいています。やばいな、それ前もいたな。そうだね。ちょっと増えるといいね。下田さん、井上さん、慶応名 Wi-Fi。Wi-Fi! Wi-Fi! 占ってほしいことですが、今年こそ、ちゃんとした年収を得て、ごめんは何で得てるんだろうね。激マブなチャンネルをゲットしたいと思っているんですが。女は金じゃないぞ僕に足りないものは何でしょうか占って気になる。わざわざ占うっていう、それをね。まず考えてない方がいいと思うけど、まとりあえず占ってみましょう。5万は何で稼いでるの?しもしも金金、しもしも金金。しもしもネッタ!出ました。はい。あなたがするべき行動は、はい。舐める。あ、出た、また舐めるです。またですか、なんか前も、前もお金に関わることだったんですよ、なんか。あ、そうだね、お金の時は舐めるですね。舐めるですよ。やっぱ、金に関わるものを舐めた方がいいと思ったんですよ。早かろうと一緒だよ。早かろうということですよね。みんな、入れない、出しとけよ、出しとけよ、舐めるそういうことだわ。ですから。多分ね、みんな金はね、全部舐めるべき。金にまつわるものを舐める。金何菓子を舐める。そう、そういうことですよ。金太郎飴とかね。金太郎飴ね。ね。他には金、
金髪がついたなんかとかね。そこで、あれを入れると。そうだよ。前回の放送だって、そこで、ホラガイの明日からみんながなんかおかしなことを言ってるかのような感じになったわけでしょ。隠したかのようにね。そうだよ。言ってしまったかのように、ね。言ってないよ。そうです。とか言ってないよ。あーマネージャーさん受けちゃったもううちの、もううちのマネージャー止めねえかな。そうだね。うん、どうぞってなるからね。いや、ありがとうございます、いつもね。いやいや、はーい。じゃあ次ね、次ね、次行きましょう、はい。お願いします。続きまして、うん、革命ネーム単位くださいさんからいただきました。自分で撮って。井上さん、島田さん、こんばんは、Wi-Fi。Wi-Fi。あ、僕が占ってほしいことは仕事運です。うん、あ、仕事また違いますから、はいはいはい、金運関係ないね。今年から社会人になるのですが、うん、うまく営業ができるか心配です。営業なのね、うんうんうん。もちろん仕事としての営業です。他に何があるんだよ。社会人としてうまく営業できるか占ってください。なるほど、まあこれは新しいことに挑戦するという最初の年は緊張するものですからね。この背中を押すような。アドバイスをお願い、はい、お願いしますよ。棒で押してやってください、背中をね。それではね、もしもした方がいいってことですか？あ、合間に？合間に。なんでしょうね、うんうん。ブレイクですか？ブレイク。休憩。いきなり。息抜きを。最初からそんな目標？いや、息抜きも必要ということですよ。そうですか。やっぱね、こう頑張んなきゃっていっぱいいっぱいになっちゃうとね、うん、何事もうまくいきませんから、うん、こう、程よい自分の時間なんかを挟むとちょうどいいんじゃないですか？うん、そっか、ちょっと気合が入りすぎちゃってるってことかもしれないね。そう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 。心配しなくて大丈夫ということですよ。はーい、ありがとうございます。じゃあ、ラスト1つ、うん、行きましょう。じゃあ、このメールにしようかな。うん、みんなの、あのボタンを押したいエクスカリバーネーム、押しボタンさんからいただいております。どのボタンかしら？やる気的なあれですかね。私は大学生なのですが、最近学業がうまくいきません。ちゃんと勉強はしているんですが、このままではテストうまくいくか不安でたまりません。この困難をどう乗り越えていけばよいでしょうか。よろしくお願いします。なるほど。ということですね。ちゃんと勉強してんだって。してるんだね。うん。だけど不安があるんだね。気持ち的な面なのかな、うん。内面に呼びかけるような。まあまだね、テスト受けてないわけだもんね。わかりました。じゃあ占っちゃってください。しも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 。しもスイッチオン。お、しもたさん。あなたがするべき行動は？はい。見せる。お、出ました。また見せるですか？ございます。すごいね。そんな、こんなにいっぱいあるのに同じの引くんだね。同じのよね。今回とね。なんででしょうね。これ、シワが多いとかですかね。ああ、引きやすいですか、ね。引きやすい。なんかあるんでしょうね。何を見せていきましょうか、これ。まあでも、不安でたまらないっていうことですから、うん、本音をね、うん、周りにオープンにしていこうよっていう。うん、不安だわ、不安だわって。そうそう。うちに溜め込まないで、うん、みんなにね、うん、そういう内面の不安を、うん、見せていけば、うんうんうん、みんなからね、うん、いろいろアドバイスももらえると思うし、自分でこう勉強して、うん、こういうの勉強してるんだよって言ってたら、うん、みんながそれ勉強してもダメだよ、こういうの勉強した方がいいんじゃないってアドバイスくれるかもしれないしね。それです。それですよ、みんなさ。そうだ、みんなに教えてこ。うん、そう、自分はこういう勉強をしていますと。はい。こんな番組を聞いていますと。やめた方がいい。それやめた方がいいかもしれない。見せるもの見せないもの選んで、はい、見せていきましょう。はい、はい、お願いします。